ピーター・ヘイウッドピーター・ヘイウッドは、イギリス海軍士官,官庁、艦長、シ島出身。バウンティ号の反乱の際に反乱者として、有罪判決を受けたことで知られる。ヘイウッドは1787年、軍艦、バウンティに、士官候補生として乗り組んだ。それは彼にとって、初めての後悔であった。ヘイウッドは後に、バウンティ号の反乱を指揮することになる。 フレッチャー・クリスチャンと大変仲が良かった。艦長のウィリアム・ブライを除いて、上院仲間は誰も、ヘイウッドが反乱の首謀者の一人とは、思っていなかった。これは、後日の軍法会議において、彼の主張を支持するものだったが、反乱が起きた時に、積極的に抵抗して、ブライの権限を守る行動を取らなかったという理由で、有罪判決を受けることとなった。反乱の後、 オーストラル諸島のトゥブアイ島に新たなコロニーを作る試みがなされたが、それは失敗した。反乱者グループは分裂して、クリスチャンはバウンティ乗組員の一部と数人のタヒチ人男女を連れてピトケアン島に移った。ヘイウッドを含む16人はタヒチに戻ったが、そのうち2人は暴力沙汰によって命を落とした。軍艦パンドラのエドワード・エドワーズ艦長が、 バウンティを探して、タヒチに到着したとき、ヘイウッドを含む14人はその捕虜となった。タヒチに残った、反乱者たちは、バウンティ乗組員のうち、ブライ艦長と共に、無害のボートで行くことを選ばなかった者たちであり、他の反乱者と一緒に、太平洋の島に残るつもりのない者が含まれていた。彼らはスクーナーを作って、オランダ領東インド諸島へ行き、そこで、 イギリスへ帰る手立てを見つけようと考えていた。しかしこの計画が実行されるより先にパンドラが到着した。艦上にはバウンティの乗組員であり、ブライ艦長と行動を共にしたトマス・ヘイワードもいた。ヘイウッドを含む6人は自らパンドラに出頭した。彼らは自分たちが反乱について潔白であると信じており、好意的に迎えられると考えていた。しかし、 エドワーズ艦長は彼ら全員を反逆者とみなし、海賊として彼らを逮捕して、鉄枷をはめた。さらに、パンドラの箱と呼ばれた木の檻を完備甲板に作り、ヘイウッドを含む14人を4ヶ月にわたって、そこに監禁した。彼らは、鉄の手枷、足枷をはめられたままで、直射日光の当たる、換気の悪い、サウナのような監獄で4ヶ月を過ごした。 パンドラがトレス海峡付近で沈んだ時、ヘイウッドを含む10人の捕虜は、他の98人の生存者と共に、15日をかけて4層の無害ボートでティモール島へ移動した。ヘイウッドはこの期間のほとんどを座席の下のボートの底に横たわっていることを強制された。このナンパとティモール島への航海の後、ヘイウッドはオランダ領東インドのバタビアにたどり着き、 さらにケープタウンで商船から軍艦、ゴーゴンに乗り換え、1792年6月に、ようやく帰国した。ヘイウッドは、軍法会議で死刑を宣告されたが、国王の恩赦を受け、また、フット卿の口添えで海軍に復帰することができた。ヘイウッドは、おじであるサートマスパスリーの指揮する軍艦、ベレロフォンに勤務し、その後、職人艦長に昇進した。その後、 1818 18年にカナダの五大子における代償の任務を健康上の理由から辞退している。また、帝徳への昇進もほぼ確実だったが、その前に58歳で死亡したため実現しなかった。ヘイウッドのママ娘であるダイアナ・ジョリフは、エドワード・ベルチャー帝徳の妻となった。ありがとうございます。